はい、まあね、補足の動画をちょっと喋っとこうと思います。昨日の深夜、日経先物がありえない値段をつけてましたね。ありえない価格っていう株価か、25,800 円っていうのをつけてましたね。ちょっとこれは正直、まあ、ありえないレベルですね。うん、まあ今日、まあ、それぐらい上がるんでしょうね。まあ、異次元の世界というか、異次元のさらに上を行く、異次元の異次元の異次元っていう感じのところにね、株価はなってます。時価総額は年末に比べて多分ね、0.9 倍とかそれぐらいなのに、日経平均株価はなんかね 1.5 倍、まあね、1.5 倍だとか 1.6 まではいかないけど 1.6 弱とかね、そこまで上がってるんで、まあ本当異次元の状態になってきましたね。で、株式投資知らない人はまあわからないと思うんですけど、株価はね、上がったら上がったからといって利益が出るわけじゃないんですね。空売りっていうのがあってね、株価が下がったら大儲けできる、まあ大儲けとは言わないか、株が下がったらその下げた分利益が出るっていう取引もあるんですね。だから今回この空売りをしてる人、特に日経平均株価の指数で空売りしてるってするっていう取引もありますんでね、それでレバレッジっていうかね、結構ねレバレッジかけれるんでね、日経平均株価の指数っていうのはね、まあ、それでやってると、まあ、今回ね全財産吹き飛ばしてしまうという状況になるんじゃないですかね。財産どころか借金作っちゃいますからね。株はやったらダメですよ、絶対にやったらダメ。